前回までのプリズンブレイクは2018年、カムロ町では関西から進出中の極道たちが次々に殺され、その目をえぐり出されていた。かつて弁護士だったカムロ町の探偵八神隆行は容疑者のアリバイを証明し、だが同時に真犯人の存在をごく間近に感じる。名もなきその殺人鬼に八神はモグラと名をつけた。モグラ、ご期待ください。チャプター2 Under the Water。 カムロ町で目をえぐられた被害者はこれまでに3人いる。この間の組以外にあと2人、全員凶霊会の組員だ。そいつらを全部やったのがそのモグラだな。モグラね。ああ、そいつに羽村の頭は久米を引き渡してたんだ。つまり羽村の頭はモグラとグルだ。3件全部の殺しに絡んでいる可能性もある。でもあいつはそのことをまんまと隠しきったまま無罪放免、俺らをコケにしてくれた。借りはきっちり返さないとな。おう、やるならとことんやろうぜ。金にはならねえけど。そう言うなって。だいたい頭はなんでモグラのことをかばうんだ。下手すりゃ自分がムショにぶち込まれてたろ。さあね、まだほとんど何にも分かってないんだ。俺らはまずモグラを知る必要がある。だからここに来たんだろ。モグラの最初の犠牲者はこの場所で見つかったんだ。ああ、第一の事件があったのは8月の末。被害者は凶霊会の真柴健吉、27歳。久米よりさらに下っ端だ。若いな。目はえぐられてて、朝方死体発見の通報があった。事件発覚の状況はこの間の久米の時とほとんど一緒ってわけだ。真柴はどこでどんなポーズで倒れてたろう。いや、ネットの情報じゃそこまで出てねえ。そっか、それじゃあ調べようがないな。なあ、警察だってモグラを探したはずだぜ。それでも見つけられなかった。俺らだけでやれんのかね。うん、大丈夫、俺らならやれる。やるしかないんだ。気が失せる、黙ってろ。どれにしようか。俺はちょっとこれ行きたいんだけどね。ゲーム実況動画的にはこれ行きたいんだけど、ちょっとカイトさんがかわいそうだからね。やるしかないんだにしとくか。やれるかどうかじゃない、やるしかないんだよ。出なきゃコケにされたままだ。なるほどな、わかったよ。おお、いいね、よかったよかった。次に第二の犠牲者が出たのは10月とある。場所は天海地通りの裏路地だ。行ってみるか。いや、そっちは俺一人で行く。その代わり海藤さんは前言ってた情報屋に連絡取ってくれるか。あ、綾部のことか。ミスター綾部。綾部は海藤さんがコネを持っている汚職でから、警察の情報を流してくれるんだろう。俺らにはモグラの捜査資料がいる。わかった、聞いてみる。よろしく。 OK。 ということで第二の殺人現場、事件現場か、向かいましょう。やっと皆さんチャプター2に入りましたよ。めちゃめちゃ長かったな、チャプターは。びっくりした、もしかしてチャプター1で終わりと思って、知らず知らずの間にチャプター7ぐらいまで行ってんのかなと思ったら、まだチャプター1でしたね。ということで、まあ、カイトさんの機嫌を損なうこともなくね、好感度下げることなく返答もできたし、よかったんじゃないですか。でもその好感度って関係あんのかね。あの、なんかやる気が失せる、黙ってろみたいなさ、こと言っちゃうと
好感度下がってね、最後の最後で告白できないみたいな、友達のままで終わるみたいなことになっちゃうとね、ちょっと悲しいんでね、甘髪思い出しちゃうから、甘髪を。なんか初めてやった時にギャルゲーのシステムがさ、全く理解できなくてさ、みんなにいい顔してたら誰にも告白 できなくてさ、友達のまま終わっていったって悲しい過去が私にはありますんで、そうならなきゃいいけどね。しばらく寝とけっての。よし、そんなこんなで第二の事件現場に行きましょうかね。ちょっと気を使ってワープで行こうかな。行くぞ。この辺じゃねえのか。おらワクワクすっぞ。うわ、びっくりした。テクスチャが追いついてないぜ。天海寺通り裏か。モグラの二人目の犠牲者はこの辺で見つかったはずだ。確か死体はゴミ捨て場あたりにあったって話だった。するとこの辺だな。この辺だろ。ゴミ捨て場ってこれのことだよな。多分死体はこの辺に倒れていたはずだ。でももう何ヶ月も前の事件だし、さすがに死体の痕跡とかはないか。もっとよく調べてみよう。これは？ハンマー？関係ない。猫ちゃんはどこだ？あ、いた！なんだ？こんなところに猫が。これは一体何なんだろうな。何の、お、光ってるものがある。何これ、激人でも落ちてるのか。精巧なネジ。なんだよ、事件と関係ねえ。なんだそれ。それだけ。やっぱり捜査資料でもないと調べようがないな。終わっちゃったよ。行くね。お、カイトさん。もしもし。お、おい待て。そこ止まれ。いや、俺は上等だよ。チェイスかな。まさかね。チェイスだね。早速ダメだよ。おい、ふざけんな。待て、これハードでやってるからな。あの、気抜くとこれ入んねえんだよな、スティックが。なんかさ、このジャッジアイズってめちゃめちゃ感度悪くねえか。戦う時もさ、スウェイとか全然入んねえもんな。俺だけ、これもしかして。ケイ、おい、あ、消えた。ババアが消えた。お、なんだこれは。こんなシーン映画見たことあるな。オッケー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 。やればできる、やればできる男。女子高生。多分俺が過ぎ去った後、風でスカートが舞い上がってキャーみたいな昭和の演出とかあるかもしれないけど、狭っ。なんだこれ、なんだこれ、お前バカじゃねえの。何やってんだ二人して。捕まえられたの、手伸ばせば。おいしょい、おいしょい。すげえ、こんなとこ通れんだ。何これ。何じゃ、チェイス完了してないんですけど、まだ。
全然チェイスしてた俺の手から離れて。すんなよ。これ頑張ったご褒美。俺のだろ。まあ計画とは違ったけど結果的に助かったよ。サンキュー。計画だと何がサンキューだこの野郎。それじゃ。あれが神室町の窃盗団か。おお、大丈夫なのか。こっちは綾部と連絡が取れた。今モグラの捜査資料を当たらせてる。撃つの早いな、カイトさん。用意ができたらまた連絡が来るぜ。記録スルーしちゃって。うん、源田先生ともしばらく話してなかったな。大丈夫か、そんなスネ撃っちゃった後に源田事務所に行けんのかい。俺だったらいけないぜ。泣いちゃう、あんな手掴まれても。ちょっと待ってーっす、痛いーっす、泣いちゃう俺だったら。ケイ、しょうがね、源田事務所行くか。なんだ、助けてくれー。どうしたんですか、大丈夫ですか。腹が痛い。猛烈に痛いんだ。ビーデル。救急車呼びましょうか。病院はダメだ。そんな金に、諸星先生を呼んでくれ。お前、そして俺が隙を見せた瞬間に、ダイナマイトキックとかすんだろうが。トリックだーつって。児童公園のマンホールから入る地下の下水道にいる医者だ。なんて衛生環境の悪いところで医者やってんだ。闇医者だな。近藤が呼んでるってば分かるから、なるべく早く頼む。下水道にいる諸星先生。仕方ない、行ってみよう。これはなんだ、本筋とは離れのがサブ、あ、メインストーリーだって。諸星先生、ちょっと行ってみっか。ま、今話せるマーク出たな。なんだ、上から突然降ってきたんだ。誰にも当たらなくて本当よかったよ。何が、あのおじさん。あ、これか。俺が踏んだやつ。ははっ。俺が踏んだやつだった。とりあえずポッポに。あ、いいや、お前はいいわ。お前のレコードはもう持ってるから。俺何するんだっけ。ははっ。忘れちゃった。諸星先生だな。諸星先生のところに。あー、もうめんどくせえ、お前逃げるぜ、今日は。こういう時はな、逃げるんだよーつって。よし。セーフ、セーフ。セーフ。バトルが終わんねえ、くそ。来んな、来んのか。あ、よかったー。話す。いえ、すいません。特に用があるわけじゃなかったんですが。あっち行けよ。何？
俺どうすんだ？ここ、あ、まさか。何のためらいもなくよく行けんな。うわー、なんかバイオハザード RE2、RE3 思い出すわ、この。うわっ、びっくり、クリーチャーかと思った。ショットガンがないときついぜ、ここは。タワマン族って言われてた頃が懐かしいぜ。嘘だろ。こんなじじいたちも。タワマンに住んでたのか。俺もタワマン住みてん。タワマンって言葉ちょっと言えないな。滑舌が死んでるんだよ。あ、なんか、博打でもやってんのかな。諸星先生。あの。あなたが諸星先生。ん？そうだが、あんたは。ヤガミです。ヤガミって言います。知らない名前だ。何か用か？なんか伝言を頼まれてたら、なんて言えばいいんだっけ。ああ、くそ、名前か。忘れちったら、多分ね、モロホじゃこいつだろ。コンノか近藤なんだよね。コンドルが飛んでる、ちょっと言いてえなー。いい、何このなんかな、なん、俺を悩ませるぜ、この選択肢は。大喜利に行くのか。真面目に言って、50% の確率で間違うのか、大喜利で行くのか、大喜利で行っちゃう。コンドルが飛んでいる。ん？何を言っているんだ。あ、いや、そうじゃなくて。あ、焦らず正確にな。近藤だな。ホームレスの人、その人があんたを呼んでます。何？近藤さんが？なんか腹が猛烈に痛いとかで、諸星先生を呼んでくれって頼まれました。場所は？第三公園です。おう。ちょっと。急いでいる割にはババアのジョギングみたいなスピードで、行きましたけど。そして裁判所の画面。いや、助かった。ありがとう、諸星先生。それにお兄さん。おい。近藤さん、あんたまた変なもの食ったな。あ、どうだったかな。昨日ピンク通りのジャンパンあさったけど。まったく。面目ない。八神さん。八神さんだったかな。はい。迷惑をかけたな。この人いつも変なもん食べて腹壊すんなよ。おう、半分。あなたはお医者さんなんですか。ああ、昔ちょっとな。何だ。訳ありだな。やべえやつの名してるよ。諸星先生は昔なんとか大学ってでっけえ医大のお医者さんだったんだよ。それが教授選挙に負けて落ちぶれちまってな。それから紆余曲折だって、今では俺らの専属だよ。ああ、近藤さん、ちょっと喋りすぎだ。おっと、そいつは失礼。八神さん、こんなもんしかないが、迷惑かけた詫びだ。あ、所持数がいっぱいのため受け取れませんでした。嘘でしょう。どうも。じゃあ、私はこれで。八神さん、助かったよ。それじゃ。めちゃめちゃ疲れるわ。さすがに3人出てくるときついな、俺も。喉がもうダメだ。喉がきついわ。もう声枯れちゃってるじゃん、ちょっと。ゲン、ゲンダー、法律事務所、ボリューム満点。おう、ゲンダー先生。やっと顔出しに来やがったか。どうも。そんなにご無沙汰でしたっけ。ああ、今ちょうどお前のことを話してたとこだ。おお、忙しいんですか、八神さん。別に、金になる仕事があればいつでも受けるよ。いつもエネルギッシュですよね。喧嘩も強いし。喧嘩売ってんのか。カンフーやるんですか。カンフー。ガキの頃基本はかじったけど、まああとはストリートの我流だよ。だからまあ流派で言うと
カムロ町流？カムロ町で鍛えられたみたいな。俺と同じだな。なんですかそれ、ちょっとかっこよくないですか。お前やっぱ喧嘩売ってんだろ。あの八神さん、ん、実はお願いしたい仕事があるんです。いいよ、どんな仕事。沙織ちゃん、今来ているのはこちらの案件です。浮気調査依頼8万円、田口典子と申します。夫が半年ほど前から頻繁に外出するようになり、その行き先が気になっております。まさかとは思うのですが、浮気調査をお願いできませんでしょうか。よろしくお願いいたします。何これ、やだよ、ババアとかだったらテンション下がるわ。いいえ。いや待って、これ俺断る選択肢ねえじゃん。これはいしかダメだろ。嘘だろ。おい、依頼人の方には八神さんの事務所の場所をお伝えしておきます。いいいいいい、分かった、いつも助かるよ沙織さん。何もう、よう、お前まだなんか探ってんのか、この間の事件。おう、そうか、モグラを探っていること、まだ源田先生には言ってなかったな。ええ、何かまずいですか。いや、まずいっつうか、あれはもう終わったろ。調べてもらっても金は出せねえぞ。いいですよ、うちが勝手にやってるだけです。でもあれだぞ、お前羽村が真犯人隠してるって思ってんだろう。バレてる。それであれこれ調べてるって聞いたら怒るよな羽村は。向こうが先に俺らをコケにしたんですよ。裁判の後頭と何かやり取りは。新谷がよく電話で話してるけどな、一緒に飲んだり仲良くやってるよ。意外。さあどうぞ服部さん、狭い事務所ですが。うわ、分かってます、何度も来たことありますからね、八神さん。うぜえ、忘れてた、あ、今新谷が取材受けててよ。新谷と服部ってマジ最悪の組み合わせだ。本当だよ、このオカマみてえなやつと勘違いサングラス野郎の組み合わせが、もうピントが合ってねえけどさ、ボケて見えてんだよな二人が。ねえ、八神はここにいないものとしてくださいよ。でないとお宅の読者にこの間俺が勝ち取った無罪まで怪しいと思われる。いやいや、新谷先生は大丈夫ですよ、私もしっかり傍聴していましたし。帰ります、俺はお邪魔みたいなんで。この間の裁判、八神さんもご活躍だったんでしょ。ぜひ新谷先生とツーショットで1枚。お茶をどうぞ。ナイス。これはこれは、わざわざありがとうございます、城崎先生。沙織ちゃん、ありがとう。後でどら焼き買っていくわ。